ハイズマン賞は、カレッジフットボールの選手に贈られる、各年に最も活躍した選手に与えられる賞。名称は、往年のカレッジフットボール選手であり、監督も務めた、ジョン・ハイズマンに由来する、ハイズマントロフィーとも呼ばれる、1934年に、ニューヨーク大学で活躍したエド・スミスをモデルにした。 トロフィーは、ブロンズ製で高さ、34. 3 4 3トル重さ 11.3kg である。ハイズマン賞トラストから贈られる、カレッジフットボールで、最も活躍した選手を称える。この賞は、他のカレッジフットボールの賞とは違い、最高の栄誉であるとされる。選考は870の記者関係者美容に加え、歴代受賞者票一般投票の集計で決まるが、 それぞれ1位から3位までを選出し、1位が3点、2位が2点、3位は1点で、その結果を合計し決定される。対象者に年齢制限はないが、過去の受賞者のほとんどは4年生で、2007年の受賞者、ティム・ティー・ボーは、初の2年生での受賞者となったが2012年、テキサス農工大学の QB ジョニー・マンゼルが、史上初めて1年生で、ハイズマン賞を受賞した。 複数回の受賞者は1973年1974年受賞のアーチー・グリフィンのみである。毎年12月初旬にニューヨークのプレイステーションシアターで受賞者が発表される。発表会の模様は ESPN で生中継される。ハイズマン賞の受賞者は多くがドラフト上位で指名されプロ入りするが他のアマチュアスポーツの賞と同様に 必ずしもプロでの活躍にはつながるわけではなく、体制せずに引退する選手も多い。その反面、歴代の受賞者の中で8人が殿堂入りし、4人はスーパーボールで MVP に輝いている。受賞者の大部分はオフェンスの選手、特にクォーターバックとランニングバックに偏っており、ディフェンスが本業の選手の受賞者は1997年の CB チャールズ・ウッドソンただ一人である。1968年受賞者の O.J. シンプソンは裁判の結果、多額の賠償金を支払う必要ができ、ハイズマントロフィーを手放すこととなった。2005年受賞者のレジー・ブッシュは在学中の不正な金品授受が発覚したため2010年9月に賞を返上した。また、彼が在籍していた南カリフォルニア大学は、 ボールゲームへの出場権の剥奪、リクルーティングの制限などの処分を受けた。その年2位の得票を得た、ビンス・ヤングは、繰り上げでの小受賞についての質問について興味がないと一周した。1、ドラフト全体1位。 NFL 電動入り1930年代、1940年代、1950年代、1960年代、1970年代、1980年代,年代、1990年代、2000年代、2010年代。このページのトップへ、ありがとうございます。